はいどうも、アキです。本日から配信6ヶ月記念小ガチャ大ガチャ来ましたね。はい、要するにまず6キャラ、アバタ、マー君、パピヨン、ミコアオイ、ミコミズキ、ミコヒジリですね。はい、こいつらが出現率アップしているのが大ガチャで、こいつらしか出ないのが小ガチャでも、大ガチャはいいのは PR 以上1枚確定で、こっちは R 以上、まあレアガチャなんで当たり前なんですけど、なんでこんなこと書いてると思うんですけど、まあこいつらしか出ないけど PR とかは保証されてないけど、こっちは10連すると PR で1枚はどれか1枚は確定されているということなんですけれども、はい。でね、明日僕ミコシリーズ解説したサクセス動画あげますが、まあここでも一応言っておきます。ミコって何か、はい、ミコっていうのはね、昔のまあ、ミコっていうぐらいなんで、確か1月とかかなにガチャで限定で追加されてたんですけれども、はい、今回まあそれが復刻したという感じですね。今回のガチャ対象は全部普段のガチャからは出てこないやつです。なのでアバターにしてもパピオンにしても復刻ですね。マー君にしても、なのでこいつらが欲しい場合は今回は必ず引いておいてください。まあマー君パピオンとかはいいんですけど、このミコっていうのは何なのか。はい、ミコっていうのはね、まあ PR まではイベントキャラボーナスは全く一緒です。例えば僕が唯一持ってるミコが、もう普段めちゃめちゃ使っているんですけれども、どこ行った？ Where are you? Where are you, ミコミ、ミコアオイ Where are you? Yo, I'm here. I'm here. 僕、I'm here. で、このイベキャラボーナスっていうのは全く一緒で、イベントもアオイちゃんが、普通のアオイちゃんが持ってるイベントは全部あります。でコンボも同じく全部起こります。で能力も全く一緒です。なんですが、何が違うかって、 R、PR、SR に関してもそうなんですが、イベントが1個多いです。このミコの衣装ってやつで、ミコの衣装かなりいいです。あの伸びきれタイプ、緩急のうち3つのどれかコツレベル1で落とすか、もしくは打たれ強さコツレベル2で取るかなんですけど、川上との相性もいいし、キレが持ってないイベントデッキの場合だとキレ重たいんで、まあ、30% オフでも結構オフされるということなんで、僕は結構愛用して今でも使っています。まあ他に僕はあんまりピッチャーの SR 持ってないんで、はい。なので、で SR だと何が違うか、そのミコ系イベントはあるんですけど固有ボーナスがないです。例えば葵ちゃんの場合、マリンボールっていう超すごい固有ボーナスがあるんですよ。変化ボーナスとタッグイベントだったっけ、忘れたんですけど、まあ、とにかく固有ボーナス持ちほど美味しいものってないじゃないですか。固有ボーナスって何かっていうと、例えば僕が持ってるのだと怒り進むのこのアウンの呼吸とか、まあ、守備骨とスペシャルダックのボーナスと、まあ、実際だからこれはスペシャルダック 60% なんだけど、あ 80% だけど、まあ90-100ぐらいはあるのかなとか、まああと僕が持ってるのは怒り守る、はい、天才の威厳ってやつですか。はい、これはスペシャルダックボーナスと練習効果アップということで、はい、これもいいですね。練習効果アップってことは変化球のところにいても変化球が美味しくなったりもするので、はい、っていう固有ボーナス、固有ボーナスってめちゃめちゃ強いんですよ。本当に固有ボーナス持ち、フレンドに使ってみる、もしくは自分で引いた時に本当に分かるんですけど、マジで強いです。他持ってるのは、その葵ちゃんも水木もひじりも持っています。他持ってるのはその才賀とかね、いわゆる北雪才賀なんて言われるあの才賀くんなんかも持っています。あの一度使ってみると本当に分かるんですけど、めちゃめちゃ強いんですよ。でそれが持ってないで、ちゃんとマリンボールとかも教えてくれます。イベントが1個多いだけなんで、普通にマリンボールも教えてくれるし、クレセットムーンも教えてくれるし、ささやき戦術も教えてくれるんですけれども、イベントが多いのをいいと捉えるか悪いと捉えるか非常に難しいところです。はい、例えば僕最近9回のささやき戦術と9回の頭脳両方持った選手作るために、普通のひじりフレンドに連れて行ってるのですが、このささやき戦術取るイベントって4回起こらないとダメなんで、イベントを抑えたいんですよ、むしろ。なので R のただの2回しかイベントがないからとかいう理由で入れてたりします。ですが、バット、しかし、ハウエバー、この1個増えることによってね、イベントがまた増えちゃって、ささやき戦術取りにくいっていうところもあります。同じく折り辺に関しても一緒です。なので本当にプラスになるかどうかはそのあなた次第という感じです。はい、でもう一般的に言われてる論からすると、絶対普通の SR の方がいい感じです、ミコ系は。で
第1回目のバトスタの、ボーナス選手がこのミコだったのかな。で僕ワンチャンもしかしたらまたボーナス選手になるかもしれないとか思ってたりします。またなので一応葵ちゃんが出てもこのミコ葵は残しちゃおこうかななんて、まあ、とりあえずけどミコ葵に関しては僕結構使えると思ってるんでいいと思いますっていう点で、で今回ガチャろうと思うんですけど、ガチャろうと思う理由がございます。はい、もうね、つい先日も僕ガチャ動画出したんですけど、これですよね。こっち10連して、まあもちろん SR なんて出ないし、PR 表情狙いだったのに表情は R すら出ない。そして森川に関しては存在を忘れていたっていう動画だったんですけれども、今回引く理由ちゃんとございます。はい、パピオン、やばい強い。パピオン、パピオン何が強いかと言いますとですね、はい、そのイベントが少なければ他のイベントを邪魔しないっていう話で言うと、パピオン R、PR どちらとも基本的に1回しかイベントがないと考えていいと思います。 SR でも R でも。と言いますのも、 SR だと街道を取ろうとするとイベント3回起こさないといけないんですけど、まあ基本的に街道は重いから取らない人が多いんですね。でしかも街道を取得3回目の時にめっちゃ体力もゼロにするほど持っていくので美味しくないと。なので、パピオン SR、2日後に動画出します。すでに撮りました。はい、その動画撮るときにパピオンの良さに気づいて R でもいいから欲しいなと思ったんですよ。で撮るんですけど、パピオン SR だと1回目水に流すっていう選択肢選ぶと、そこでイベントが切れて、かつ、逃げ玉のコツをレベル3でくれます。なのでその牙のね本塁打現金も取りやすくなったり、あとスバルとも相性がいい、超有能キャラスバルとの相性がいい。逃げ玉のコツを先に掴むことによって、あとスバルが教えてくるのは尻上がりとコントロールのコツだけにする、まあ R のスバルとも相性がいいっていうお話なんですよ。しかもパピオン自体も SR だとコントロールのコツ持ってるんで、なのでまあ SR、 しかもそこで切ると甲子園優勝した時にエピローグボーナスが入る。もう優秀の他何もない。そして何よりパピオンが優秀なのは、やはり特能が、まあ、威圧感は教えてこないので伸びしかないということ。はい、僕のね普段のデッキ、はい、ちなみにこれにパピオンでさっき動画撮りました。僕のね普段のデッキはこれで、あとこうで、これにフレンド悟りで SG 高校が今のデフォなんですけど、僕のはいこれで、まあ打たれ強さのコツをコンボで、葵と立川のコンボで取って、不屈の魂取ろうっていう、まあ意図のもとのデッキなんですけれども、はいこれね、伸びのコツも取りたいんですけど、立川しか持ってません。しかも立川こんなに多いです。なので散ります。普通に特能多すぎて散っちゃうんですね。はい、でかつまあ一応ね、碇守が3回目で失敗する、もしくはあの折り辺のやつで失敗する、もしくは、先にアバター取ってたら伸びのコツレベル2取れるんですけど、要するに伸びが取れないんで、伸びって実質的な能力としても査定的にも一番美味しいので、投手の中で伸びを安定して取りたいんですよ。もう伸びを安定して取りたいために一番使うべきはパピオンです。間違いないです、これだけは。はい、なのでパピオン R でもいいから取るかと。でね、とまあ一瞬思ったんですよ。でも R のパピオン何がいいって、例えばこれもだからこのコンボが起こらないと打たれ強さのコツなかなかつかみにくいんで、このデッキの場合そこ崩せないなと思って、ちょっとパピオン R 調べてみたらですね、パピオン R も同じくイベントが1回しかなくてですね、パピオンは怖くないっていうので打たれ強さのコツレベル3で取れちゃうんですね。はい、しかも別に体力も減らないし、評価、筋力、技術、変化、精神全部上がるっていう超美味しいイベントがあるので、もうパピオン1点狙いです。今回に関してはパピオン1点狙いでもう引きます。なのであそこの立川をパピオンにする感じです。パピオンは後イベですね。ちなみにタチオンって言っちゃった。はい、なので今回はパピオン1点狙いで、なのでこいつらしか出ない、これであと6回引けるんで、この6回でパピオン必ず出ろ、パピオン出た瞬間やめますという感じで、この6回の方引いていきます。いきます。前置きが長くなったけど、まあ、説明ですね。今回のガチャのこれで SR 出たらでっかいですね。まだ単発で SR 引いたことない。グググからの白玉で SR は出ないの、出るの。パピオン、あーミッコ、あー PR だ。でもミコひじりか、ミコひじりの、まあみ女の子7コンボデッキとか使うんでね、
まあ、女の子7コンボデッキとか使うんで、まあまああれなんですけど、女の子7コンボデッキとかにひじりちゃん PR 入れるんで、ミコの方が美味しいっちゃ美味しいんですけど、ミコひじりのイベントは何なんだろう。普通のイベントはあって、物質のミコですね。物質のミコ。牽制のコツ。投手だと牽制のコツ、野手だと意外性か早球のコツを1か。まあ、微妙。まあ、とりあえず持っとこう。PR だし。はい。あと5回で出てください。これもう、ひじりは出るね。下手しても。あ、もう絶対ダメなやつや。これで SR は出ないわな。パピオン！はい、上限解放します。パピオン、うわー、ミコミズキ、ミコミズキはですね、はい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 、調べますか、調べましょうか。まあミズキもね、まあ普通のミズキしか持ってないんで、ミコミズキの方がいいと捉えるか悪いと捉えるか人それぞれ。美味しいのかミコイベントは。ミコミズキっていうイベントがありますね。面白いな。あ、モテモテが確率度中で取れるのか。それしか美味しいことがない。確率度中だった。しかも、安定はしない。しかも、美味しくないですね。他の選択肢だと不眠症つく可能性もあって、あるか体力減るんで、美味しくないな、これは。まあ、そんなの関係ない。もうパピオン一点狙いなんでね。ちょ、かぶんなよ。かぶりだけやめて。パピオン出ないとか、これ笑いもんだからね、マジで。パピオン、うーわ、やっぱかぶりあんのかよこのガチャ。あと2回頼む。パピオン、パピオン、パピオン。6分の1かってことは3分の1だ。だからかけ2でパピオン。ちょ、これ出ないのは渋すぎる。おいおいおい、ふざけんなよ、ふざけんなよ。石30個また無駄にしただけか、これまさか。パピオン、おっしゃ、危なかった。最後の最後で出てくれた。まあ、PR で本当は欲しかったんですけど、まあ仕方ない、その辺は。オッケー、パピオン来た。あ、コツイベント率アップあるのか、 PR で。うわ、 PR で出て欲しかったな。コツイベント率アップ 20% はでかいな、これは。はい、まあということでしたね。ということで、目標通りパピオン手に入れたので、今後パピオン R 使う動画また出していくので、まあ実際ちょっと使ってみないと分かんないんですよね。今のデッキがいいのか、パピオン入れた方のデッキがいいのか、使ってみないと分からないのですが、まあ使っていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。